突然ですが、だらっと格闘雑談チャンネルの時間です。本日も何かしながらお聞きください。おすすめはベルトの穴増やしながらかな。こちらは昨日ライジン公式よりアップされたムサエフ選手とケラモフ選手とでの試合振り返り動画。早速朝倉未来選手との試合映像が流れ、ケラモフ選手、これは5回ぐらい見た。朝倉はちゃんと対策を考えてきたのか。ライジンのリングで国歌が歌えてすごく嬉しかった。名前のコールで僕に拍手をしてくれたのは5、6人かなと、寂しいことも。でも今度はアゼルバイジャン大会ではそれが逆になりますね。そして最初から片足タックルに行くことは決めていた。朝倉が前後に動いていたので早いタックルは絶対に入ると思った。朝倉はカウンター狙いだったと思うが、そううまくはいかないよと。そして見返して何度も思うが、もっと早く試合を終わらせることができたと思うと。足を取った瞬間に試合は決まったようなもんだよ。グラウンドの展開になると思ってなかったが、そこでも勝てると思った。勝利の瞬間は嬉しすぎて言葉にならなかったよ。試合が決まってからはこの試合のことだけを考えていて、プランもいくつもあった。朝倉のことはファイターとして本当にリスペクトしていると。そしてこの場所は食事をしながら撮影しているんですが、ここでケラモ選手、日本の一部のファンは僕がステロイドをやっていると疑っているんでしょ。ちょっとこれを撮影してくれないか。これが僕のステロイドさと、目の前のプレートの中に入っている豆をひょいと取り出して口の中に。アゼルバイジャンの料理が全てがビタミンとなりステロイドさと。ここで終了で、まさかケラモフ選手本当にステロイドをやっていて自ら告白するとは思いませんでした。これはなので自白ですから黒ですね。そういうことじゃないの。読解力ゼロでした。ああなるほどね、天然のものをそれに例えているっていうことね。あとケラモフ選手カルバンクラインの T シャツ着てました。でもこれはこんな風に言われちゃ朝倉未来選手は悔しいでしょうね。これが格闘技の残酷なところでもあり、榊原社長は試合前に、ミクルがもし負けてもケラモフがチャンピオンになれば次アゼルバイジャン大会も考えているし、そこで地元のヒーローにもなれるし、主催者としては正直それも美味しいって言ってたんで、たくましいですね。そしてここのところノリノリの太田忍選手がこのケラモフ選手のこれが俺のステロイドさと言って豆を食べているところのスクショとともに、ケラモフの兄貴はセンズじゃなくてクルミ食って超回復どころか戦闘力も上げられるんだねと投稿して、これに対して一般の方たちが、コウジさんもクルミ食ったのにな、私もクルミ食べたい、あークルミ食べたい、兄貴ダブルダブル、おいおいおい、ちょっと待て太田、おいおいおい、ミクルいじりやるやん、見直したぜ太田、意味深すぎるなどなどつきまして、太田忍選手、これに関してはマジで深い意味はないです、カタカナのクルミじゃなくて漢字のクルミです、はいすみませんと投稿し直しております。そして朝倉未来選手に、ケラモフにリベンジしないとかダサすぎる、もう教わるもんもないし朝倉未来とは一緒に練習しないと決別宣言したヤーマン選手、昨日なんとも挑発的な投稿。もう一つ、通っていた長男亮さんのトライブ東京 MMA の練習後の集合写真を貼って、このように俺はここで強くなるとメンバー見てみると、青木真也選手に新龍誠選手、上久保修也選手に佐藤翔子選手、後藤ジョージ選手もいますね。これに対して一般の方たちは、ガチの方のジャパントップチームで草、長男亮さんのところは間違いない、正しい選択、 JTT とは完全に決別したってことかな、などなど続いておりまして、あとはヤーマン選手 VS 西谷大成選手が決まったんじゃないかなどとも現在言われております。でその後、白川陸人選手がそれに対抗してヤーマン選手と同じフレーズで、俺はここで強くなる、とりあえずレスリング極めますとジャパントップチームの看板の前で写真を撮ったものも添付してそう投稿しております。それを堀弁護士が引用リツイートして最高と。そしてジャパントップチームファンの人たちも月会費で応援できるようになっているようで、特典が一番安いのが
550円フライ級白帯、公式 LINE に追加してもらえて、練習風景などトピックスの配信がある。で、その上バンタム級青帯月1100円、それに加えて所属選手の限定グッズ販売及びチャリティーオークションに参加できる。で、その上がフェザー級紫帯2200円なんですが、それに加えてジム主催イベント時のサポートスタッフとしての参加括弧抽選と、これはブレイキングダウンと同じでボランティアスタッフを自分でお金払ってここに参加できるということでしょうか。で、ちなみに一番上が無差別級赤帯、月会費11000円、所属選手が1日店長を行うレストランへご招待、新年会およびジム主催のすべてのイベントにご招待だそうです。東北の雪かきツアーをお金払ってやるみたいなね。で、平本蓮選手、安保ルキア選手が以前包茎の CM に出ていましたので、その広告の写真を貼ってジャパントップチーム包茎治療を担当安保ルキアの発表はまだですかというのと、自分と芦澤流星選手がスパーしているところの写真とともに、マザーファッカートップチームと自分のところはかっこよく仕上げております。続きまして、こちらは昨日行われた安保ルキア選手のインスタライブの模様となります。ジョリー君とタクシーに乗り込みながらこれからポップアップに向かうようです。安保ルキア選手、平本メンヘラなんやから黙っておけばいいのに。ジャパントップチームの練習お前行くの？ジョリー君、たまに行こうかなと思ってる。安保君、俺らも ATT 作ったんすよね。安保ルキア選手、ああ、安保トップチームやろ？お前さ、こんなの切り抜かれたら恥ずかしすぎるやろ。再生数稼ぎのアホどもによ。ジョリー君、でもこの今見てる人たちの同説の人数ってすごいね。安保君の月収と比例してるやん。と。安保ルキア選手、お前それマジでやばいぞ。お前それは言ったらあかん。と。この時620人ぐらい見ていたので、多分大体月収600万円ぐらいっぽいです。それで3000万クラファンもやるってすごいね。そしてラップが見たいですのコメントに対して、アンプルキア選手、ジョリーラップやるか、俺がビート刻むから、とブッ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 とヒューマンビートボックス始めまして、それからジョリー君にそのままブッブッブの勢いで唾をブッブレ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 と吐きかけまして、ジョリー君これ炎上するで。アンプルキア選手ニヤニヤしながら、運転手さんすいません、いつも応援してくれてありがとうございます、と。運転手さんは終始無言、運転手さんにも舐めた態度と。ここで終了で、今回も0点の行動をしておりました。まるでずっと子供のままですね。しかも今コロナ以外にインフルエンザも流行っているというのに。続きまして、こちら現在双子でありながら兄弟仲が最悪になってきてしまっている貴健心選手の昨日のツイート、スダリオって名前使わないでほしい、母親裏切って見捨てて婿養子行って、名前変わってから挨拶とかクソだし、去年結婚した年12月頃ソープ行って女にバレて離婚しかけた時、バカ女があのバカ使って母親に頭下げさせたりしているんだから頼むから解明してくれよと。で、これに対してちょっと分かりにくいというコメントもついてまして、一般の方が分かりやすくまとめるとこう、母親かっこ家族に相談なしでスダリオ婿養子入り、結婚の挨拶に来た時にはすでに婿養子入りしていた、浮気でスダリオ嫁激怒、嫁は親からの謝罪がなければ許さない、スダリオが母親に一緒に謝罪してくれと頼み込む、母親がスダリオ嫁に謝罪、こういう流れ。貴健心選手これに対してグッドマーク絵文字。これに対して一般の方たちの反応は、これが真実なら確かにエグいな。事実やったら豪産夫婦やな、マジで。絶対母親に謝らせたくない。頭下げさせたくない。こんな夢、こっちから願い下げだ。私もこれと同じかな。絶対お母さんに謝らせたくないですよね。一刻も早く強くなって、そのクソ野郎をボコしてほしいと。しかしながら、なんで貴健心選手が急にこんなツイートしたかと言いますと、その前日にインスタライブやってまして、一般の方が、スダリオがこんなこと言ってましたよと貴健心選手に告げ口した人がいまして、でそれがどんな内容だったかと言いますと、貴健心選手が試合に負けた後、スダリオ強選手自身のインスタのストーリーに、改めて負けてざまあ見ろな、お前なんかが通用する世界じゃねえよ、
いつまでも俺のことを口にできるとか勘違いしないでほしいね。ネタがないのか知らんけど、いつまで経ってもヘドが出るほどダッセえやつだぜ。相変わらずだな。本当関わりたくない。血縁だけで身内とか吐き気がするから切実にやめてほしいとつぶやきたくなった今日この頃と。でこのスクショもそのファンの方は貴健伸選手に送りまして、貴健伸選手はその後、関わりたくないって言いながら関わってること分かってないバカですハッシュタグとつぶやきたくなった今日この頃と。でさらに貴健伸選手、出産祝いをその場でもらえなかったからって母親に1回しか孫会わせないで連絡も途絶えてるんだし、キモすぎるんだよ。そしてあのバカ女も二度と読めるよなんて使うなよ。ハッシュタグゼニゲバ夫婦で、あの嫁はんって年上ですかに対しては13個上、見えないですね、13個も上だったようです。さらに貴健伸選手、あのバカは昔から外にペコペコして俺には当たりが強いんだよな。一般の方、そんなもんだよ兄貴って。それはないでしょう。で貴健伸選手も、そんなことはない、これは一部の人間、俺の知ってる人で兄弟で仲いい人多いし、兄貴としての責任感を見てて感じる。でこういうことを言われたくなくて去年行政書士使って連絡してきたんだろと。はい、須田竜剛選手がねそのような連絡をしてきたっていうのは結構有名な話でもありますね。で一般の方、だったら貴健伸がお母さん幸せにしてあげてほしい、貴健伸選手もちろんってまだありまして、あのバカの嫁は以前捨て垢で俺のことをボロカス書いてて、人を通してその話したら開き直ってたくらいだから、あのゼニゲバサイコパス夫婦は絶対 X 見てるからね笑い。さらにこれは元 AV 女優のマミさんという公式チェックマークがついてるので有名な方なのかな、どこのソープ行ったんだろうに対して貴健伸選手、埼玉らしいから大宮とかその辺だと思う。でさらに自分の旦那の母親に対してあなたとか言ったり、本当に心底を腐ってる。一般の方、前に勘違いで朝倉を悪者にしようとしてたよな、今回も勘違いの可能性ない？嫌われた理由が自分が気づいてないだけで他の理由もあったのかもよ、貴健伸選手誰と間違ってんだこいつと。はい、須田竜剛選手と勘違いしてるのはこの一般の方の方です。貴健伸選手は今こういう投稿でネットではどういうイメージ持ったかは知りませんが、超ちゃんとしてる人ですよ。頭も良くて、でも礼儀には厳しくて正義感も強いですし、仲間内と外部の人間を分けてていつも一緒に練習している渋沢翔馬選手は貴健伸選手のいいところを聞かれて可愛いところと言っておりましたからね。はい、全部がその人の一面に過ぎないので、ぜひご自分でもインスタライブ見てみてください。そしてシュートチャンピオン新井城選手のツイート行きますと、先ほどこれが本当なら豪さん夫婦やなとありましたが、こちらは靴箱系はなので居酒屋とかあとは温泉とかですね、靴箱系は53番使うことにしていると53番つながり、これは新井城選手の友達がやっているバンドとかの名前のどっかに53って入っているからとかなのかな。続きましてこちらは平成教育委員会ですね。私も以前この企画やったら面白くなりそうと言わせてもらったこともあるブレイキングダウンメンバーによる学力テストやらせてみたという動画が朝倉海選手の YouTube から出ておりました。メンバーは遠征井上さんのところで教わっている平石浩一くんと信原空くんに、マネージャーの中分け宮島くんで、まず信原くん、お世話になっている朝倉海選手の海の海の字も書けてなかったです。これはもうね、おでことかになんか昔入れ墨で数字とか英文が入ってましたが、今はね消しましたが、それをもうね自分で何て書いてあったか覚えてない、書けないんじゃないでしょうか。信原くんが言っていたのは小学校4年まで、宮島くんも中学校すら行ってない、平石浩一くんはなんと高卒でした、高学歴ですね。今回は小4の問題集からで、まずは漢字の読みで、信原くんの答え、排水の陣は清水の陣、解熱剤は加熱剤と。この信原くんの清水とはプレーでの隠語のあの清水でしょうか、その意味じゃないよね。そして反対賛成のように対義語を書こう、では信原くん、自然の反対はなんとロボット、
宮島くんは減少の反対は減大、はい、減ってる中のその中では大きい減大。そして次算数で180÷4で信春くん割るの意味がそもそも分かっていないようで答えは40と書いてしまい不正解。そして英語では宮島くんイエスタデイをマンデー、チュースデー、ウェンズデー、サースデイ、イエスタデイなので金曜日と、だいたいこんな感じで続いていきました。はい、やっぱあれだね、義務教育って大切だね。不良だからってこんなこともできないのにえばられても困るよね。はい、皆さん学校には行きましょう。続きましてこちらは昨日行われたローガン・ポールのボクシングマッチ。対戦相手は過去ベラトールへの参戦経験も持つグラップラのディロン・ダニス選手。試合前はいつものようにネットで罵り合い、3日前に行われた記者会見ではダニスはローガン・ポールの挑発に怒りマイクを投げつけローガン負傷。試合は一時このまま消滅かとも言われましたが行われまして、試合の方はローガン・ポール優勢のまま。それにイラついたダニスはなんとローガン・ポールに6ラウンドかな飛びつきギロチンチョーク、ぬるっと抜けてしまう。ローガン・ポールはそこに一発パウンド、ダニスは下から蹴り返す。あとはお決まりの両陣へ入り乱れての大乱闘。ローガン・ポールは試合後、ダニスは臆病でダーティーな人間だと非難したようです。続きましてこちらは昨日行われたグラチャン行きましょう。メインから早速、まず木村フィリップミドル選手にやられてからの復活、ロククーダリ選手 VS ライジンではビクター・コレスニック選手と戦ったブレイブジムの岸本敦史選手。ここはロククーダリ選手が優勢に進めるも反則の膝蹴りを入れてしまい再開、判定まで行くもドローとなりました。この日大会のスタッフに行っていたという方のツイートによると、ロククーダリ選手の友達が大興奮して何度も客席で立ち上がり、それに注意を促したり、ロククーダリ選手の弟が泥酔していて会場からつまみ出したりということもあったようです。そしてライジンではメイマン・マドメフ選手に勝利しているバンタム級チャンピオン、髪型バッチリ決まっている手塚元信選手 VS パンクラス現在7位の常選手。なんとここ勝ったのは判定 3-0 で常選手。マイクはいきなりチャンピオンに勝ったので次タイトルマッチやらせてくださいと。続きましてここのところ悩みがあると落ち込んでいた伊藤久也選手 VS ステージ4のガンからの復帰となるパラエストラ柏の高須正弘選手。試合は高須選手がタックルに執拗に行くも伊藤久也選手しのぎ、ラストタックルに行った時伊藤久也選手そこに肘を叩き込み続け、徐々に耐えられなくなる高須選手、ついに崩れ落ちてレフェリーが入り伊藤久也選手の勝利となりました。他には格闘ドリーマーズで人気選手だったこの間の中村凛也選手の UFC のセコンドにもついて行っていた鈴木孝也選手も出場し、金井一正選手に1ラウンド左ストレートからのパウンドで勝利を挙げております。続いてこちら北方大地選手の YouTube に金太郎選手登場。稲垣組の先輩後輩金太郎選手は今 ATT に行っているのでその前に撮られたもののようです。自身の入れ墨についてというもので、入れ墨紹介ですね。まず一番最初に入れたのは14歳の時、背中に入れた金太郎、あだ名が金太郎だったので。でもなんで金太郎と呼ばれていたかについてはコンプラ的に NG と、これは当チャンネルでこの間もやりましたので次行きます。肩腕周りは今はブラックタトゥーで塗りつぶしているが、もともと入っていたのはヘビ、それはあまりちゃんと入れたやつじゃなかったのでやり直したかった。右の太ももには閻魔大王が入っている。背中の金太郎は14歳でいたずらで入れたものなので下手くそで恥ずかしかったので、太ももの閻魔大王の彫り師の人にだいぶ上からカバーアップしてもらい、今はまあ見れるぐらいにはなった。閻魔大王は悔しいことがあり絶対忘れやんてこうと思い入れた。詳しくは言えないが自分はもう反射チェッククリアしてるんですと、なんか裏の事情があるっぽいです。そして足の甲には菊のデザイン、1日で6時間で入れた。背中からお尻の方にまで入っている。局部には入れていない。試合のオファーはいただいているが怪我など次はないように
万全なところで挑みたいと思っているのでということでした。はい、金太郎選手ね、久しぶりに見ましたけど、やっぱねめっちゃモテそうでした。これはライジンガールの中でも取り合いになってるんじゃないでしょうか。で、こちらちょっと私が昨日知った豆知識行かせてください。自由の女神に関してなんですが、まずフランスからニューヨーク市に送られたっていうのは有名ですよね。で、中の金属製の枠組みはエッフェル塔で有名なギュスターブ・エッフェルによって作られたそうで、さらに信じられないことに自由の女神は毎年600回も落雷を受けているそうです。続きまして、こちらは柴田さんの YouTube ライブ18禁です。早速まず青木真也選手 VS マイキー娘氏は、青木が弱いんじゃなくて娘氏が強すぎた。マイキー娘氏 VS 朝倉未来は、捕まえたら娘氏には誰も勝てない。家にトレーニング器具は置いてない。部屋がそんなに広くないので。パトリシオ・ピットブルが UFC どこまで行けるかは、 UFC ちゃんと見てるわけじゃないのでわからない。ブレイキングダウンの選手がフェイス2フェイスで頭突きしたのは UFC の選手でもやらないこと。試合前にダメージ与えるのは NG。 あんなやつに試合させちゃダメ。そして160円のスパチャしてくれた人に対して小銭ぶつけられたわ。北岡悟さんは結婚したからセーフ、してなかったら通報案件。自分の YouTube の再生回数いよいよ減ってきている。でも今後はもっとポーカーとか趣味に寄せた YouTube 動画に変えていく。モンストなんてやるかよ、あんなの。おはじきゲームじゃねえか。サラリーマン時代、出版社に勤めていて、1年に1回しかないような業務もある中、それを1年後毎年覚えてなくて、上司にめっちゃ怒られたり、漢字が覚えられず、同じ上司に精神攻撃を食らい続けて、おかしくなりそうな時期もあった。その時の手取りは18万。年に2回、ボーナス10万。3年やって1円も上がってないどころか、ボーナスがなくなった年もあって、きっしょと思って辞めた。最後は有給休暇の消化の件で喧嘩別れした。10回に1回か15回に1回ぐらいニューハーフものでも抜く。メンズエステ150回ぐらい行ったことがある。抜きは6割ある。昔風俗の女と付き合っていた時、店にも行っていたし、プライベートでも風俗プレイしていた。マカチェフ VS ボルカノ2はマカチェフ。長期王者の匂いがする。たまに格闘技の話題がちょこんと入ってくるっていうね。クラブは人生で2回ぐらいしか行ったことがない。自分は面食い。元カノ嫁。愛人もみんな顔は可愛い。今全国のパチンコ屋さんのマスコットキャラのそこにしか置いていないぬいぐるみを集めている。昔、老け顔に見られていたが、今は38歳。むしろ若く見られる。セクシービデオを販売しているところのファンザが VTuber のようなサービスを今やっていて、3000円課金して直接画面の中のプレイルームに行き、2人で話していろいろ聞いたら、狭い部屋で撮っていて、服を着て顔だけがモーションキャプチャーで連動していて、体は手元にあるボタンを押すとイエーイとか手が動くようになっていて、そこでエロいプレイができるんだが、それはそういう画像だけ流れて声だけを当てていると聞いた。柴田本人と分かってテンションが上がってた。ひき逃げで捕まった金村金太郎さんとは試合したことはないが、現場では一緒になったことがある。ああいうのはほぼ飲酒運転してて逃げている。飲酒運転での当て逃げは刑事事件になる。そうすると支払いが 100% 犯人持ちになるから、保険会社が入れなくて取りっぱぐれがある可能性がある。だからワンチャン逃げてくれて飲酒運転じゃないという風になった方がいい。自分が逆走して車に当ててしまい、おっちゃんが許してくれてブーッと言ってしまったことがあったが、多分あれ相手のおっちゃん飲んでた。だから許してくれたんだと思う。高速でマックス、下り坂で140キロ出てたことがある。以上です。さすがにね、ちょっと今回は格闘技の話少なかったね。でも朝倉未来選手ライジン3敗、堀口恭司選手1敗の中ライジン無敗ですから。そしてこちらは3日ぐらい前の平田樹選手の自身のインスタのストーリーからにはなってしまうんですが、練習中にワンチャン鼻折れた説あるから午後はレントゲン、
で、その後青くなってきたと、本当に真っ青ですね。どこもかしこも首から上のレントゲンは取れないって断られて、明日までこのぶっぱれた腫れたって意味ですね、鼻で過ごす。で、これをお母さんに報告したようで、途中で今日は練習上がってきた、お母さん大丈夫、鼻血止まらない、平田樹選手今は止まってる、下から見るとちょっと曲がってるかも、お母さんもともとみんな曲がってるよ、そんなに腫れてないから、折れてないからと、平田樹選手うちのママは強いよと。どうなったんでしょうか。そしてこちらは春日井寒天たけしさんの昨日のツイート、この帽子買おうかなと、かぶっているのがあれなんていうの、飛行帽っていうのかな、パイロット帽っていうの、耳当てがついてるロシアとかの人がかぶってる帽子あるじゃないですかあれなんですが、確かに春日井寒天たけしさんあの帽子一番似合いますね。そしてこちらは顎下の唾液の線に石ができる病気になってしまい、結局手術になってしまった井上尚弥選手の昨日のツイートで、抜歯終わってすぐラーメン、いい生ほうれん草入ってます、家系中華そば、家に道で稼働っていうのかな、クラフトビール飲めて、時々ビリヤニ食べれる家系さん、ビリヤニっていうのはインドのスパイス炊き込みご飯みたいな感じかな。で、私的に好きなラーメンの順番言いたい、申し訳ないけど私的にはビリが二郎系ラーメンで、その一つ上が家系ラーメンって言ってもいいかもしれません。気づいたんだよね、麺が太いラーメンはあんま好きじゃないってことに。だから一番好きなのは豚骨ラーメン、これは群を抜いてて、でその下に醤油味噌、塩はまあ気分で、 あとね横浜の三万麺も、あれもあんま好きじゃないな、かなり下の方と言っていいかもしれませんちなみに異論は認めます。あなたの好きなラーメンもぜひね教えてください。これはラーメンチャンネルですので。そして日本のカルペディウムで、年明けまでトレーナーも行うグスタボ選手、昨日日本に到着した報告しております。あれなのかな、渋沢翔馬選手がアメリカで練習したいって言ったら、物価が高いからこっちで働きながらじゃないと厳しいよって向こうのコーチにアドバイスされたみたいなんで、グスタボ選手もそういう感じなのかな。はい、というわけで本日は以上となります。この間河村夏樹さんが好きなファイターの入場曲ベスト5っていう企画やってましたよね。あれ本当にその実際の原曲を流してて、その代わり収益は入りませんっていうもので、本当頭が下がりますね。どっちも1位は河村夏樹さんっていうことなので、堀口恭司選手のマイタイムでしたが、私的には圧倒的に五味隆典選手のスケあり、あれは世界でもナンバーワンなんじゃない。桜庭さんの TK とか、ミノアマさんのワンミニッツヘブンも好きで結構ベタです。もちろん他には小木ちゃんとかね、エイトマイルも好きです。で、女性ファイター編でいくと、やっぱ一番に思い当たるのはレイナ選手のエイジアエンジニアの絶対負けないですけど、私が好きなのは古瀬瑞希選手のハンプバックの背景少年用ですね。夢はもう見ないのかい、明日が怖いのかいってやつで、私好きな歌あると YouTube でカバーとか結構聞くんですよ。で、女性アイドルの人の、まあうまいけど何もないやつみたいな私から見てねとかは、まあ5点とかで、あとは大学生グループが 5,6 人で部屋とかに集まって等間隔に並んでて離れてて、それぞれの楽器担当で、まあ、エツに入って優しい感じの歌声で歌ってるやつとか、それもまあうまいけど、まあそれも7点ぐらい。そしたらこの間すごいの見つけちゃって、リューハウスっていうアカウント名で、小学生の高学年ぐらいの子が歌ってるやつで、音程全く外さないし声も綺麗で、もうとにかくねすごいの。子供ってやっぱ本来は音程も少し子供だし、声も可愛らしい感じじゃん。でも音程は大人、声はまだ声変わりする前で、大人になる前の一番澄み切ったいい部分、一番絞りだよねっていうのかな。でも残念なことに私自身がね、あんま歌聞かないんで知ってる歌が少なくて、もっと分かってれば楽しめたんでしょうけど、でもその中でアンジェラ・アキさんの手紙は私でも知ってて、これめっちゃいいんで、あ、でも概要欄に貼ると格闘技と関係ないとスパム扱いされるかもしれないんで、コメント欄に貼っておくんで、よかったらねマジでぜひ聞いてみてください。だからこれから有名になるんじゃない。まだねチャンネル登録者数8000人ぐらいでしたね。これはマジで100点、絶対音感持ってるんでしょうね。そういえば私も昔絶対音感持ってる音大卒の女の子と付き合ってて、でもその子倉田アマ
倉田真由美さんのダメンズウォーカーに書かれてる子で、ごめん書いちゃったって言われたらしいです。はい、それで次俺かみたいなね。はい、リュウ君はダメンズになんないでね。はい、高評価、チャンネル登録、通知をポチッとオンにして、本日も良い格闘ライフを。また聞いてね。ねえ、ん？ギャー！